YTJP チャンネルをご覧の皆様、はいどうもこんにちは、ネオです。出勤よろしくお願いします。あのポップティーンの専属モデルになった方って結構なんだろう、2年とかが平均なんですけど、自分2年も行かずに1年10ヶ月かな卒業なんですけど、すごいやっぱみたいな、ネオちゃんがみたいな感じで、結構いろんな先輩方がいる中での卒業だったので、どういう感じになるかなと思ったんですけど、すごいでもやっぱりえっていう反応の方が多かったので、すごい、まあ、そうだよなと思って、そのポップティーンイコール高3までっていうのが自分の中でずっとあったので、すごいちゃんとそれが有言実行できて、いい区切りができたかなと自分的に思います。めっちゃ聞かれますね。それめっちゃ聞かれるんですけど、今までこうやってきたことを無駄にはしたくないので、まあそうですね、今回いろんな活動していく中で、まあ、アーティストとかいろいろ入ってくるんですけど、やっぱモデルの撮影と、モデルとしての撮影とか、すごいポップティーンの撮影があったからこそ楽しめることとかもたくさんあったので、ポップティーンの撮影とかで学んだことを生かして、まあ、だから、そうですね、続けていきたいというか、マジやる気十分レベルでやるつもりです。でもあのポップティーンってあの毎月アンケートが出るんですけど、そのアンケートの数によってやっぱ紙面に出れる回数とか大きさとかだいぶ決まってくるので、その毎月毎月が自分と自分の戦いじゃなくて、自分とファンの方と一緒に頑張る戦いみたいなのがあって、やっぱそのポップティーンだったからこそファンの皆さんとの、セリコのみんなとの絆も深められたのですごく思いますし、毎月毎月も戦いみたいな、ずっと気が抜けない状態だったので、すごいやる気もすごい出ましたし、人間としてすごく毎月成長できたなっていう部分がすごく大きかったです。そういうここまで SNS 続けてるとも自分でもマジで思ってなかったので、すごい飽き性の自分がこう続けられたのは、やっぱファンの皆さんがいたとか、やっぱ自分だけじゃなくて周りにされてる方がいたからこそできたことだなと思ってるので、それまあ感謝の気持ちを忘れないようにしてるのももちろんそうなんですけど、なんだろうな、やっぱでも発信する立場として、まあ、YouTube もちろんやってるので、その発信する立場として間違った情報を発信しないようにするとか、ちゃんと調べてからやるようにするとか、もうなんか毎日コツコツ続けてきたことが一番自分的にでかかったのかなと思うので、毎日戦いだなと思いながらやってるのがでかいのかなと思います。今年、まあ、ずっとその2年間ぐらいずっと TikTok ってアプリがずっと中高生の中で1位ってレベルで流行ってるアプリなんですけど、その2年も続くアプリを今まで見たことがなかったので、マジ次何のアプリが来るのかが全然分からなくて、でも自分結構 SNS 始めた時もその最先、一番初めに始めたい、誰も始めてない中で始めてっていうのがやりたい人なので、常に毎日探してる感じなんですけど、なんだろうな、でもなんか最近結構インスタグラマーの子とかもそうですけど、結構カメラに興味を持つ子がすごく多いなと思うので、カメラに興味持つ子がもっと増えそうだなっていうのは最近自分的に見てて思います。なんかやっぱ昔流行ったものがこう一周して、キャラクターもそうですけど一周してこう来てる気がするので、またこうフィルムとかチェキとかこう流行ってきてるんで、自分も今探り探りでやっている感じでございます。3月の17日にあのプチアガルって曲がなんか出たらしいんですけど、あの曲ですね、自分歌わせていただいておりまして、あれがあのアーティストデビューの歌となっております。であの曲は結構なんだろう、チャレンジしたい時とか、なんか悩んでる時とかに聞くと結構前向きな気持ちになったりとか、結構みんなをハッピーにさせられるような曲だと思うので、なんかいろいろ迷ってる子とか、今部活でこうあとか新学期でああってなってる子とかは、ぜひプチアガールをたくさん、まあ、20回ほど聞いたら、いやなんだろうな、朝通学中とかに聞くともう元気もりもりで頑張れると思うので、プチアガールの結構アップテンポの曲なので、ここのリズムに乗って通学したりとかして、学校とかお仕事とかいろいろ頑張ってほしいなと思います。でも最近マジでツイッターのリプとか毎日たくさん返信してるんですけど、その中でも結構悩みが多いとか、なんかなんだろうな、これチャレンジしたいんだけど
でもなんか勇気出ないんだよねとか、やっぱりやめようかなとか、どうしたらいいと思うみたいな感じで結構リプ届くことが多いんですけど、なんかもうどうした方がいいと思うって思ってる時点で、どっかで自分がやりたいって気持ちがあるからこそ思うことなんで、自分結構チャレンジしたいとか、そういうなんか何かやることがすごい好きなんですけど、やっぱなんかやらないで後悔するより、やったこう、まあ、大事なところで買いましたやらないで後悔するよりやって後悔した方が自分的にいいなと思ってるので、それを意識してやってるんですけど、今過ごしてる時間で二度と戻ってこないというか、あのすごい未来がすごいことにならない限り寿命が決まってきてるのでだから毎日こう過ごしてこうやって今自分こうカメラこう喋ってる時間ももう二度と戻ってこない時間なので、やっぱ時間すごい大切にしつつ、まあ、チャレンジしたいことがあったら必ずやって後悔するべきだなと思うし、やっぱ今できる、今だからこそできることとかもたくさんあると思うので、たくさんチャレンジしてみてください。応援します。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。